この動画は伊豆の国パノラマロープウェイ車中で撮影したものです。ただいま山麓駅を出発しました。まもなく通過する自動車高架道路は伊豆中央道の長岡無料区間です。左方向に進むと三島を経て箱根阿沼津への国道1号線へ向かい、右方向に進むと修善寺方面へと行きます。それではこの伊豆の国パノラマロープウェイについてご案内しましょう。この伊豆の国パノラマロープウェイは、中伊豆、伊豆長岡温泉にある観光用ロープウェイで、伊豆長岡温泉に隣接する葛城山に1962年、昭和37年に架けられました。当初伊豆長岡 A トランドの葛城山ロープウェイの名前で親しまれてきましたが、運営会社の破綻などあり、現在伊豆の国パノラマパークの名前になっております。このロープウェイは全長1800メートル、葛城山標高452メートルの山頂付近まで高低差411メートルをわずか7分で結んでいます。営業時間は2013年現在、夏季営業が朝9時から16時40分、冬季営業が朝9時から16時10分、いずれも山麓駅から乗車可能な時間であり、最終に乗っても山頂で20分程度の観光を行うことはできます。運賃は大人往復1300円、子供は650円、 JAF の割引やインターネットに割引券があるので利用するといいでしょう。さて、伊豆長岡温泉について案内しましょう。伊豆長岡温泉は長岡温泉と小名温泉、2つの温泉地の総称で、約1300年の歴史があると言われています。1160年、14歳の時に伊豆の国に流されていた後の征夷大将軍源頼朝も入浴したとされています。共同浴場もありますが、手軽な日帰り入浴可能な施設もあり、海水浴や伊豆観光のついでによる人も多いそうです。また宴会の時にかつては欠かせない存在であった、いわゆる温泉コンパニオンは、この伊豆長岡温泉が発祥と言われています。ロープウェイはこれより山頂に向け一気に高度を稼いでいきます。本日はあいにく見えませんが、天気が良ければ正面に駿河湾や富士山の姿を見ることができ、それはパノラマパークの名前にふさわしい絶景です。山頂には富士山を見ながらゆっくりできる足湯や散策道などが整備されていて、四季を通じて楽しめる場所のようです。さて、山頂駅に到着です。